ということで、それではタロコタロウォーキングリーグ行ってみましょう。拍手なんかの似てるよこれ。ワンピー側バナオの竜、ツーピー側国の竜、両方電陣を選択。さあ足で対決、先ほどの試合では国がちょっと国緊張してるのか、バナオやんだ大パンのお客さんグープ初めて見ましたけど、さあこれでは国この段階で一発でピョロせれる、これが国の電陣。ダイヤシーダウン取って先頭奪うか、これで負けてしまった。ミナーズの負けた人間と戦わなくてはいけない。 C です。さあこれは先に取ったのクニ、投げて今度はバナオが仕掛ける、昇竜これはブロッキール下までブロって昇竜拳、5番小前で投げて、これはしっかり波動ブロッていない。さあクニがいきなり勝つのか、死を超えるのか、まだ分からない。バナオにはワンチャンのことで、よし勝ったのはクニ、拍手。さあここでいきなりルーザーズでいってしまいました。バナオかなり厳しいですこの展開。ちょっと今赤ペンを持ってこさせてます。ルーザーズにいってしまったバナオ、あえて B リーグに入れてあげたんですけどね。お亡くなりになりました。マイコンが大貫さんと1回戦なんで完全に大会楽しんでます。それでは 1P 側太郎、 2P 側太平ですね。初期係の保坂お願いします。トーナメントを書いた後に今のバラオのルーザーズのところを上に書いてください。あ、それは黒ペンがそのだからの近くにあります。だからの近くにあります。さあ 1P 側がで、聖君のも書いておいてください。ワンピー側はちょっと保坂が見えない。太郎、ツーピー側が太平ですね。太平、あなたツーピーです。祈ってます。祈ってる場合じゃないです。ツーピー側です。完全に祈ってました。完全に祈ってましたね。さあ、バナオがへこんで画面やじ。いやー、ルーザー。こういう時のバナオ強いですからね。そうですね。一回まあ、魂がなくなったんで。そういうことです。さあ B リーグ3回戦いってみましょう。さあイリアン同キャラになりました。太郎対大平、ピエールカラーが太郎、そして赤が大平。さあ中足の振り合いから中足、さあお互いやはりゲージが欲しい。このカードリア打ってレリプルガードしている太郎、ゲージ状況もほぼ同じ溜まり方をしているが、ジャンプ台形先に仕掛けるのはどちら、スフィア距離を詰めない、距離を詰めないがコバコバコバ、太郎が浮き出にくい。スフィア、スフィアの打ち合い中盤、これはブロっているが、さあ大きいダメージがここでダックに、タックルダックル大パン、そして豆腐打っていく前張り、しかしさあしかし太郎十分でしょうこのダメージ。最後はコパン同キャラ1ラウンド目を制したのは太郎、太郎は卒業するんですこの大会を機に、最後なんですこの大会、東京で行われる大会はこれで最後。まあ実はサドマリックスも出ますが、さあ同キャラで負けるわけにはいかない。大変悔しい悔しい、中継アタロウが硬い、タックル十分浮いていた、大変非常に運がいい形になったが、ダウンジャンプライバーヘッドで暴れてキュースが取れない、クイックスタンディングが取れないがガードになって、最後はガチ上げ前中盤5番ガチ上げタイク2位が出てしまうが、積み合いで中盤ジャンプだけ下ブロン、ダイバーさあゼロレッド、キャロン制してリーダーズ1回戦勝ち上がる。
それではB リーグ4回戦行ってみたいと思います。 1P 側秋田の剣、 2P 側慎太郎の優。ちなみに山本さん、投撃が発表になりました。あ、投撃発表になりましたね、はい、ついに、はい、そしてサード今年はまた盛り上がっていくんじゃないですか。攻撃がついに発表あって、みんなのモチベもマックスになっているでしょう。さあ秋田大慎太郎、さあ昇竜拳、中大中大、さあ秋田全然やっていなくて、昨日久々にやったら事前情報ではブロッキングに文句を言っていたという秋田、なんだこのゲームと。さあ秋田が慎太郎相手にどこまで戦えるか。投げて亀足大パン重ねて、さあこれは慎太郎カッペースイーツもやられている。恨みを離せるか。ケージに入って大パン、テッサンテッサン高いセッション、置き締めどうなる、めくりー。さあ慎太郎強いぞ。さあ身内で慣れている、リラックスしている慎太郎。さあ2ラウンド目、秋田の調子が取り戻す前に倒したい。人雷が隠らない、着々シュー、ケージ発動で中大五目士入って前方転身。さあ秋田さすがにブランクがありすぎるのか。ただ秋田のゲームのうまさだな、こっから十分勝ちがありえるぞ。さあ勝ちへの道を開きたい。飛びが入って中大波動、人雷は止まんなかった。さあこのゲージをしのげるかどうかが気、しのいでいく秋田、ただ円柱馬になっちゃう、これはちょっと運がなかったぞよ。秋田まさかのルーダーズ行け、コバコバコア、まだ分からない、こっから距離、慎太郎どうやって返す、距離に行かずに思いっきり地上戦を仕掛けていく、プロっているダイヤス差し返す、秋田調子が戻っていると、十番こすり勝ったのは慎ちゃん。これは腹をきましたね秋田さん、はい、これはいきなりルーザーズ行きですよ。どっちが負けてもルーザーズの人間は非常に迷惑だとは思うんですけど、厳しいですね、はい、これはさあここでいきます。 1P 側 AFM、 2P 側ゲンミシピエロ、僕の方です。さあ A リーグ始まりますよ、はい、A リーグ、そう、さあフリープレイなんでお金は大丈夫です。さあ大貫さん、この2人といえば厳密組、はい、さあ勝った方が大将の役にたどり着けるかもしれないという、さあ厳密組仲いいですね、3人並んで名前書いてますからね、 AFM ピエロヤックンで書いてありますからね、トクラさんも4人目に入ればいいと思うんですが、トクラ実況でお願いしたいと思います。さあ AFM 対ピエロ、このカードは名将ピエロやや有利かと思いきや、実は AFM がかなり取っているという、ピエロ本人も言っています、 AFM 実はきついと。そういった前提の中でピエロどこまで戦えるのか、厳密心がチャレンジャー、そういった形でしょう。勝ち上げからサマー裏張って中継、これがロスティール大パン、さあやはりチュンリー対レミ、このカードはきついはずです。ビグレーサマー、しかしピエロが1ラウンドで取っている。何なんだ、プレイヤーストライク2ラウンド目、ピエロは1ラウンド目でゲージを全放出して勝ったということで、かなりゲージが少ない状況なんですが、AFM ここはしっかりお石場に決めて、強欲のダメージが実に大きい。前だけダイパーガードでいいんです、ガードでゲージが溜まる、 AFM はしっかり技をガードさせてゲージを溜めている状態、ジャンプダイパン、これ非常に強い、安定が非常に強いチュンリーの技、ソニックを投げてルグレ2発打って勝ち上げ、サーバー入っている、 EX スピニングバード、これをジャンプライバルに潰そうとしたが、最後はハッケー取り返す FM。 さあ局地戦になってきているが、投げて先に画面端に追い詰めた、しかしここは入れ替えて投げて、サイドが目足まで追い詰める、ここの局面を AFM は強力戦でしのぐ、これがガードされて最後の一塁、ゲビッチングラッチワーガー、 EX サーバー切り返して腰中継、得意の連携から
内野差し込んでいく、内野手、これが打てるのか、ピエロ、グラップ、ルーゲル、大抑制は黙っていない、重足取って、しゃがみ中盤、速切れたかったろ、ピエロ。You win. 自分からチュンリーに張りに行き、しっかり倒していくあたりが厳密心。それでは穂坂さん、自分の名前をルーザーズの方に書いてください。それではヤックン対トクラ、 1P 側ヤックンのユン、 2P 側トクラのヤン、始めていきたいと思います。さあこれはトクラ、まさかのヤックンバリ。確かにアイクと俺の勝率に比べればといったところか。さあヤックンのこの1回戦目のヤックンを倒してしまえば、ヤックンがまさかのベスト、下風呂から投げる、特に身内を見合う、完全に攻撃仕様の動きになっているぞ。ゲッチ受け、ゴロゴロ回って EX ソロ、特にガメアジを背負わせる、5番さあ、駆け抜きから投げて足元の一撃、移動投げ。さあ、穂坂から逃げたヤックンが徳田に追いかけられる形になった。どうなる、テッサン大野心、対空して珍しくブロッキング入っていないぞ。ヤックン接触で、これはゲージ発動、これは徳田しのぎ切れるか、前方転身、この辺はさすがにヤックン城の力は伊達ではない。テッサンをブロッている徳田、全部見えているぞ、詳しいテッションで切り返していく。さあお互いこのギャラ小足が速い、手前ライン前方転身、空中に出るユンを掴みに行った。ここはここは前中継ゲージン、このゲージンをしのげるか、白を置いてある、手下ブロ、これはうまかったか、別山が隠る、これがユンの最強の技、幻影陣。さあファイナルラウンド面白くなってきた、どっちが勝つ、少し EX 中中ターゲット、トローさん画面端ピャッコ、少し前中継壊しですよ、切り返すヤックン。さあこの1回戦超重要の試合、投げて仕掛けにいくのはヤックン、中体で暴れるトクラ、これは運がいいトクラ、少し大番テッサン、さあ運んでいくヤックン、中盤にそこれが使われ、運がないぞ、壊しでしょ、まだ切り返される、同じような展開がずっと繰り返される、追っかけるトクラ、逃げるヤック、中足ソロ起きてるね、だったのはトクラ、まさかのウィナーズライタヤック、あのこんなことが起こるんです、張りに行くってことはこういうことなんですよ、こんなことが起こるんです、張りに行くってことはこういうことなんです。厳密心がウィナーズの準決勝に可能性が出てきました。それでは 1P、2P 決まってますね。見てください、自分で。穂坂さんこれももちろん分かってます。6さんが 1P、2P 側は比嘉です。俺も見直したわ。さあ、それでは徳倉さんお願いします。うん、俺も忘れてたわ。うん、俺も忘れてたわ。さあ、今日の主役の一人です、ロック。そして出てくるのは比嘉。名将同士の対決、トップレベルの攻防が見られるでしょう。この少し、一文字大足空中戦制したのは比嘉。さあ、非常に落ち着いた立ち回り、じっくりいくスタイルがこの比嘉の持ち味だが、ロックも状況状況で速さは変えられる男、しかし中盤からパスミス策、先手を取っているのは比嘉だが、もし中足ちょっと迷いが生じていくのは6、ゲージ状況はそれほど悪くないが、ここまで体力差が開いてしまうと比嘉に勝つにはかなり厳しい。最後走ってきたところに中盤が置いてある。さあゲージは溜まっている6だが、なぜか比嘉有利に見えてしまう。チュア勝利、これが確定しない、ジャンプ台形、これでおはやる、
まあ、空中対空中においては剣のバックジャンプ台剣前ジャンプ台剣非常に強いんですが、 EX だろ、スライディングで抜けている形になっている。中継取って勝利剣ダイバー中盤のスカリ、これはゴールなのか、確定ブロって壊し陣内一旦切り返す、ロック投げて EX だろ、ここをガードしているのが比嘉のすごいところでしょう。投げて中継一旦下がってジャンプコーバー、最低のダメージでも十分なんです、この比嘉の強さ。そして出てくる歴史に対するアイク、さあ抜きたいアイク、ウィナーズトーナメントの最新試合です、1回戦最新試合、抜きたいアイク張ったのはネクチュンリー、そして張られたのはアイクのラットリーだが、張られたアイクは黙ったものではないという感じだが、さあしかしアイクも非常に強いプレイヤーだが、しかしこのネクチュンリーラットリー性は極まっている。中足100メートルゲージ回収も非常に優秀な100レスキック、猫パン刺していく、そしてカニパンを下がって透かしながら、さあどうするか、画面端じわりじわりと追い詰めたアイク、カラジャンプ講師ガードしている、ハザンが決まって B パーフェクトで1ラウンド取ったのはリクシリー、前チューブを取っている、チュアショウ戦ジャック系落として発見100列、ゲージも回収している、バックジャンプジャック発見ワクセン、スタンするか BP だ、今日も出ました T&P コーポレーション、なんとコーナーよ、黒人見てる、みんなこうなるんだよ、よかった、これストーホーの時もこうなって、本当にストーホーだとアイク強いから、シャールだとこうなるよね、いつも気持ちいいよ、一発目のアイクは強いからね、今めっちゃセスの方がマシだったよ、一週間のセスの方がマシでした。では一回戦終わったところで、これは悲しみのルーザーズからいっちゃおうと思ったんですが、まあウィナーズからいきますか、ウィナーズ、それではいきたいと思います。セイ君対クニ、セイ君 1P 側 2P 側クニですね、座ってください。さあ、ウィナーズの勝ち上がりが、セイ君、クニ、太郎、慎太郎、ピエロ、トクラ、比嘉、抜きという形になりました。さあ、ウィナーズ2回戦、行っていきたいと思います。さあ、その辺、ロクちゃん、ルーザーズのトーナメントを見ないで決めたあなたが。さあ、始まりました。クニ対セイ君。お互い、これはニュージェネーション同士の対決ですが、やはり、ピエロを師匠と師匠にして、まあ、ここまでが非常に頑張っているセイ君対バラオ師匠として頑張っているクニ、キャラとしてはやはりこの電人竜かなりレミーにとっての相性はいいはずなんですが、やはりここはピエロの弟子ということもあり、道義戦は非常に上手くなっているセイ君、さあじっくりじっくり立ち回ろうとするセイ君に対して、クニはゲージをとにかく回収しつつ現電人で一撃を狙っている、その状況でしょうか、ルグレ。さあとりあえずセイ君としてはやはり画面端に追い詰めたいが、画面端で裏投げをされた時には地獄の画面端が逆に待っているという非常に恐ろしい電磁球対このレミ、イエクソニック波動拳で切り返してイエクソニック再度打っていく、バスを2連続打った後にクニの選択は前ダッシュ、そして EX サファギミックとして1ラウンド先制したのはクニの竜、ルグレ、ルグレ2発打っていく、さあセイ君なんとしても取らなければならない、壊しサバーソニック安息決まっている、ジャブ台系中足サーバー、上をよく見ているセイ君、あっとこれは竜巻井戸投げ、これ許さない、昇竜系やめて、前風呂取っていたが、三発でピヨってしまった、確定。
さあ確定しました、クニウィナーズの準決勝出場です。それでは行きたいと思います。ウィナーズ 1P 側太郎、新 2P 側新太郎ということで、太郎対決、新旧太郎対決ですね。初めて来ましたね、太郎対決。太郎対決来ましたね、はい、それでは行ってみたいと思います。ウィナーズの2回戦、さあ新太郎と俺は組みたいぞ、人生ゲームは組みたい。さあ中盤詳しいセッション、いきなり攻めていくな慎太郎。太郎がレバーが壊れてるかのように何もできない。中盤大盤、これはつながる慎太郎。ブランクか、壁下しかやってないこの慎太郎だが、やはりそれでもユリアン戦は忘れていないか。太郎が逃げる、さっきのドアペットで勝ち上げて一生来撃中、投げ下物に対して投げを入れ込む、壊しにタックル、エイジス、これは手前まりまだ割れない、慎太郎切り返せるか、一生中足連打、下ブロー絶勝相打ち。さあ慎太郎がこれは素晴らしい対決になってきました。ゲージ発動して、さあ太郎今の取れなかったのは痛いのか、少し高い中大大は入らない、投げはグループ中盤ケイさん、しかしケイジさん、ケイジ発動して前方転身、さあ国と戦うのは慎太郎なのか、それとも太郎なのか、名前が分かりづらいこの2人だが、セッションのおかげでコバコバタックルしゃがみ、これは繋がらない、下ブロック投げに行く慎太郎、動くぞ、立ち上げ入んないのか、これはどうなんだ、50%ピエロは 50% と言っている、やはり投げた方が得ということが中盤2勝。さあ慎太郎が国と戦うの慎太郎なのか、太郎なのか、慎太郎勝利。 B リーグにおいては強すぎるかこの男。それではウィナーズ、続いて第3回戦やっていきたいと思います。厳密新ピエロ 1P 2P 側トクラのヤン、始めていきたいと思います。さあここで勝つとかなり安定領域に入るぞ、この2回戦相当重要、しかもヤックンが下に落ちている、これはかなり厳しい状況だぞ、ここはどう両者勝っておきたい、ヤックンはさすがに厳しい、ヤックンに2球与えてしまってるこのゲーム、6番中足長老さん、一斉厳密が当たって、これはいつも普段はかなりいい勝負をしているぞ、中足のスカリン長老、中足長老ドクラが強い、長老移動投げドクラ強し、さあ最近ノリに乗ってるぞドクラ、攻撃のチームも決まり、持ち目もアップしたがドクラ中足ピヨットまだ分からない、 EX が出ない、どうなる下風呂さっきゲットでたまらなかった、勝ったのはドクラ。動画見直したってピエロ、動画見直したのね、俺も見直したんだよピエロ、悪いな、おいピエロ悪いなお前、さあそして昨日もやっていました、1時間3人で回しました、比嘉が0勝でした、比嘉抜きとくらで回して0勝の比嘉、1時間勝てなかったこの対戦だが、比嘉抜きに対してどうするか、待ち受け、さあしかし大会ではやる男なんですが、何かを見せてほしいが、個人的にはもちろん伊賀に扱ってほしい、暗いしかし猫パンさしていく、いいぞ伊賀暗い
2回投げて、さあ比嘉頑張ってほしい、チア勝利やはり強い技を振っているだけなんだが、中足を振っているのはゲージもたまる、そして攻撃戦のゲージがたまった時に足が待っている、さあ比嘉なんとか食らいついて中継につぶし、これヒットしている、中足中継つぶし、ボンショー比嘉の連携が止まらないが、発見1回の発見で比嘉を下がらせるには十分のプレッシャーか、前中継中盤中盤、さあ比嘉は体力リードしているという言葉に下がっているのでしょうか、ガツルは見出せないか、ライダー、これは非常に前い投げ一手読みのライダー、踏み付けコーラスかっていうか、コパンタイハッケンヒットしてしまった、くらい投げて着地の隙に投げ確定している、比嘉の集中力相当強かったです。それではウィナーズの方はしょっちゅう休憩していただきましょう。運命のレンタカー組、ここで4名決まります。それでは1回戦、すさまじい対決になりました、アイキ対大変これが B リーグの地獄の始まり、まあ、ただしかも大変さん、アイクが俺に勝ってのも俺だったっていう、ただまあ大西さん、大平に、まあ、一言あげるなら、はい、まあ、ユニア戦は自信そんなにない大地さんは、そうですね、はい、それではルーザーズいってみましょう大平対アイク、さあ普段はアイク配信やっていい、このトクラが一番見ているでしょう、ユリアン戦やはり OE でやっている分にはアイクさんは非常にユリアン戦苦手としています。実際走行大変ついていきたい、ジャブライファン中足、さあスフィア打っていく、大変は上スフィア当てる気満々だが、中足中盤ゲージを食べて、さあアイクとしても迂闊に近づくわけにはいかない、そういう感じではないでしょうか、ただしかしこのアイクサードマニアックスではヘルマスターに勝利している、ユリアン戦そんなに自信はないんだが下手ではない、だがしかしタックル、エクタックル、タックル、タックル、最後は立ち弱系テンパっている、大変完全にテンパっているが、さあ行くやはりコシコシコークダドンタゲット前ダイバンガリバンダッキガパコーク、これがアイクの強さ、ボウくんアイク、ボウくんアイク、暴れん坊暴れろ、EX ペットロスカリに壊し壊しコーク、これがアイクなんです、しっかりガードして、ウエスヤーこれ非常に危なかったか、しかしチャンプ体験、これがユリアン強い、投げている、スーパータックル、エイジスタックルガチャゲ、タックルライパン、そしてもう1枚前張り、テリブルガードしてしゃがみ、チューパースミア前、チューパー前ブロー、チューパーだけ動く、前ブロー投げー、アイクが破れる、まさかのアイク撃沈、ここで配信、アイク配信終了、ストホーのラグに気を取られていた、これはみんな凄まじい安心感ですね、アイクがいなくなったってことは、徳ちゃん、そうですね、相当な喜びだ、まあ、今指示が出ましたからね、ただアイクは卓球強いんで、神のお告げが出ましたからね、卓球が強いんで、レンタカー